前回の総集編に収まりきらなかったのがあるやろがい。総集編なのにその後もお構いなくウッキウキで投稿してからに。どうしてくれるんだい。すまない。中国の武功にも続報があったりとか色々あってな。しかも1本あたりの動画時間もまさに総集編のような長さに。今回は数は多くないけど11月シリーズをまとめたのでぜひ最後まで見ていってくれよな。では前回の総集編で収まりきらなかった分行きましょうや。まずこれからだな。中国の武功が世界にバレる。どんどん拡散してほしいもんだ。いや本当にひどかったわよ中国。日本代表は11月シリーズ無事連勝してよかった。そこで海外はどんな反応してるのか気になるわ。それとやっぱりあの件。本当に怒りしかない。あれも何か反応あったりする？中国戦海外の反応気になるよな。試合へのものにやっぱりあの武功の数々。怒りを感じてるのは私たちだけじゃない。中国の常識は世界の非常識。ぜひ最後まで見ていってくれよな。思い出したらまた腹が立ってきた。まず試合への反応を見て落ち着いてからあの件見る流れで行きましょう。圧倒的首位、頭だけで3ゴールだ。森保 J の中国戦勝利を韓国メディアも相次ぎ報道。格下と連続ドローの自国には苦言。悪夢として残った。ダブル敗最終予選。日本代表が11月19日に開催された北中米ワールドカップアジア最終予選で中国代表を 3-1 で破ったニュースは韓国でも広く報じられている。試合中あまり気にしてなかったけど言われてみれば確かに全得点頭だったな。それもなかなか珍しいわよね。中国さん、高さだったら負けないんじゃなかったっけ？日本人は小さいとか毎回言ってましたし。毎回そんなこと言って試合どころかその高さでも負け続けてるのにな。恥ずかしい連中だ。7例第3次の悪夢を再現した日本、中国に 3-1 で余裕の勝利。6試合連続の無敗更新、スポーツメディア、スポティブニュース。日本、中国を 3-1 で下し、圧倒的なグループ首位疾走、経済メディア、メディアペン。ヘディングだけで3得点日本、中国を 3-1 で正式に1位疾走、サッカー専門メディア、フットボリスト。敵なしの日本、中国遠征で 3-1 完勝。C 組1位の座を剣後に、ゴール。コム、韓国版、圧倒的首位日本、北中米ダブル杯本大会進出の9号目を超えた。中国に 3-1 勝利、総合メディア、マイデイリー。中でも、6戦無敗、得失点差20圧倒的な日本、ダブル杯本大会進出まであと1勝、と題したサッカー専門誌、442コリア、は、確実な勝利だった、と日本を評価。日本が余裕を持って試合をコントロールした。2点差のリードの中で支配率を高めつつ、最大限マネジメントをして無理をしなかった。85分には久保建英に代えて前田大然を投入するなど、中心選手の体力を管理した。結局、勝者は日本だった、と試合を総括した。いろいろ姑息なこともしてこれだからね。結局実力差ってのはトータルで見た時に如実に出る。あるタイミングでいい時間ってのは作れてもそれが続かないし、最終的に負ける。これこそ実力差。インドネシア戦も同じだな。私たちも強豪国とやるときに嫌というほど思い知らされた。90分の中の一部を切り取って、ここは良かった、とするかもだけど、その差は絶望的だ。見出しにヘディングだけで3得点、と記し、日本の得点シーンに注目したのはサッカー専門メディア、フットボリスト、だ。同メディアは、特筆すべきは、それまでフィジカルが長所とされなかった日本が頭だけで3ゴールを決めたことだ、とし、次のように伝えている。当然、2得点を決めた小川幸輝は186センチ、決勝点を決めた板倉幸は188センチ、アシストした町田幸輝は190センチと背が高い。とはいえ、中国もフィジカルに弱点があるとは言い難いという点を考慮すれば、中国がセットプレーの守備に対するしっかりとした戦術的守備をしなかったと見ることが正しい。だろうな。当たり前だけど高さだけで点が取れるなら全員高身長にすればいい。どこもそうしないのはそれ以外の要素も大きいからだ。身長で全てが決まるなら少なくとも中国は東アジアでは一番になるでしょうね。そうなってないのはそれ以外に問題があるということ。また、例7惨敗ではなかったが、実力の差は感じた、というスポーツ紙、スポーツ強豪。17回連続で勝てなかった中国、ホームで日本に1、3完敗、というスポーツメディア、応戦、のように、敗れた中国を指摘するメディアも見られた。特に、ゴール、コム、韓国版は、中国サッカーがフェアプレーを忘却した。試合結果もマナーも日本に遅れを取り、ホームで恥をかいた、と痛烈に書き出した記事内で、試合内容は一方的だった。日本が支配率を 68% まで高め、巧みに試合を展開し、シュートも11本試みて中国のゴールを脅かした。枠内シュートも5回記録した。一方、中国はシュートが8本のみで、枠内も3本にとどまった。パス成功率が 70% にも達しないほど、試合を展開することに苦労した、と、データ面でも日本に圧倒されたと報じていた。フェアプレーを忘却。忘却も何も最初から中国にそんなものはないからな。韓国も人のこと言えないしね。そうなんだよな。マナー面とかもだけど、実はこうやって中国のこと乾杯言ってるが、自分たちも同じようなものだ。
一方、韓国代表は日本対中国の直後に中立地ヨルダンでパレスチナ代表と対戦。グループ最下位相手に最終予選5連勝を狙ったが、キム・ミンジェのパスミスから先制を許すなど苦戦を強いられ、1-1の引き分けに終わった。9月のホーム初戦でも引き分けた相手との2連続ドローを受け、スポーツ紙スポーツソウルはパレスチナ戦が悪夢として残った、と表現。第6戦を終えて4勝に分けて勝ち点14を確保した韓国はグループ B 首位を守ったとはいえ、FIFA ランキング100位の相手と2度も引き分けてモヤモヤ感を残した、と指摘していた。ホームで引き分けてるし、あの試合ではパレスチナに2桁シュート放たれてるからな。そこから考えればアウェイで引き分けは何も驚くことはない。むしろ負けなくてよかったな。ミンジェ君のミスもね、通常運転。それよりもホームで引き分けてるのにこんな反応してるあたりパレスチナを隠したとまだ見下してるんでしょうね。韓国のメディア、マイデイリーもこの状況に注目。7矢印6でどんぐりの背比べ。死の C 組。日本以外は誰もわからない大激戦だ、と見出しを打ち、残り試合は全て決勝戦だ、と伝えた。C 組は死の組と評価する人がほとんどだった。アジア最強を誇る日本が1位シード、サッカルーズオーストラリアが2位シード、そして中東の強豪サウジアラビアが3位シードを獲得した。ビッグ3がいずれもアジア最強を誇るだけに、1位争いは熾烈になると予想された。蓋を開けてみると、また違った雰囲気が漂っていた。それでも死の組は死の組だ。11月シリーズの結果、日本のグループは2位オーストラリアが勝ち点7で3位以下は全部勝ち点6というさらなるカオスとなった。このグループはラウは、日本だけやたら抜け出してるし、それ以外はずーっとカオス。で、試合が進めばそれも変わるかなぁ。とか思ってたらむしろさらにカオスになるのは草。同メディアは第6節終了時点で、日本が1位。圧倒的な戦いを見せた。5勝1分け、22得点2失点で勝ち点16。予想外の変化がない限り、本大会への直接出場権を獲得すると見込まれている、とし、こう続けている2位争いは非常に熾烈で、混沌とした戦いだ。日本と共にビッグ3と目されるオーストラリアとサウジアラビアは、予想以上に成績が悪い。記事は、来年3月に再開される最終予選のグループ C は、一寸先も見えない大激戦になると予想される。本大会への直行切符となる2位をチームが狙う。アジアプレイオフへ向かう3位、4位争いは熾烈になると予想される。残り4試合、目まぐるしく順位が変わるスリリングな展開となりそうだ。なんでこんなカオスになってるかといえば、オーストラリアとサウジアラビアのやらかしが大きいわね。三つどもえの戦いになる、という前提が崩れてるからな。この時点でカオスになることが確定してる。その上日本がやたら一人で抜け出してるのもカオスになる原因になってるな。もう全てがカオスになるようにうまいことなってるわよね。奇跡レベルだわ。普通にこうして楽しんで見てられる状況でよかった。これに日本が巻き込まれてたら心臓持たないよな。スペイン史、明日は、日本は開催国のアメリカ、メキシコ、カナダに続いて2026年ダブル杯出場を決める最初のチームに近づいている。ここまで無敗。中国戦の 3-1 の勝利で、20得点、実際は22得点、2失点。1試合平均3点以上と圧倒的な攻撃力を誇っている、とアジアで無類の強さを誇る日本を称えた。ここまでの日本の成績はほぼ完璧だ。オーストラリアとの引き分けが唯一のつまずき、ダブル杯出場をほぼ手中に収めている、と無傷での本大会出場権獲得が間近であることにも言及していた。ダブル杯ではこれまでベスト16の壁を越えられていない日本だが、前回のカタールダブル杯ではスペインとドイツを撃破して世界に衝撃を与えた。代表メンバーの大半は海外組となり、スタメンにはヨーロッパ有力クラブでプレーする選手がずらりと並ぶ。同志は、堂安、律、南野、匠、古橋、京吾、前田、大然、中村、ケイト、三笘、薫、遠藤、渡る、GK の鈴木、ザイオン、そして何よりも偉大な久保、竹草、がいる、と選手たちの名前を挙げ、日本はすでに恐ろしい、と伝えていた。選手層はアジアでは異次元だな。日本も全体を見ると必ずしも良かったとは言えない部分もあるんだけど、オーストラリア戦なんかも結局負けなかったからな。今回のアジア最終予選ってそういったことを強く感じるシーンが多いのよね。流れが悪くても点を取り切れたりだとか、マリサが言うようにオーストラリア戦負けなかったり、本当の強さ、みたいなのを感じるのが印象的だなぁ。アジア最終予選ほとんど全部見てるけど、他の国ってこの点を取り切るとかどんなに悪い内容でも負けない、みたいなのがほとんどできてない。そこが日本は一番すごいなと。中国メディア、中国青年報は、今夜の試合で中国チームはいつもとは違う姿を見せ、攻撃面でも少しずつ自信を高めてきたし、若い選手からなる今回のチームに人々は希望を見た、と伝え、中国サッカー協会の4年が会長の、日本を相手に1点取った上に得点差も大きくはない。中国代表の闘争心は喜ばしく、賞賛に値する、といったコメントも紹介した。しかし、中国版 SNS、ウェイボー上のファンはこうしたコメントと報道に納得がいかない様子。ホームで負けたのに、評価、ってどういうこと？負けてこんなこと言うなんて、恥ずかしくてたまらない、1点取ったら、評価する、ってどういうこと？要求が低すぎるんじゃないか。
中国代表の目標はそんなものじゃないはずだ。負けたのに興奮して何やっているのか、点取れば進歩など、志の低さに厳しい声が上がった。それでも、日本が勝ったけれど、中国チームにも潜在力はあるってことだ。得点できたってことは努力したってことだ。引き続き頑張って、少なくとも様になる試合はできた。一方的に虐げられたわけじゃない。負けたけれど、努力はしている、など、中国代表への激励の声も広がっている。中国と日本は絶望的な差があることを考えればまあ頑張ったとは思う。姑息なことしてたけどな。ただ、毎回批判されてるのに全く学ばない人たちね。確かに検討した方かもしれないけど、それ言ったらこれまでの傾向を考えたら炎上するのわかってるでしょ。選手もだけど、どうにもプロ意識の欠如こういうところから感じるわ。姑息なことしてるし、大事なことなので何回も言うわ。中国メディア、ジーボーバーによれば、同国の著名なコメンテーターで、ウェイボー中国版 X のフォロワー数1854万人を誇るドン・ドゥー氏は、この日中戦を振り返って、森保ジャパンを酷評した。日本は悪い意味で、本当に信じられないプレーをしたと感じた。なぜ日本はこのレベルにいるのか。強力なホームグラウンドが、彼らに一定の抑止力を与えたと思う。もう一つは、彼らが試合に入るのが遅すぎたことだ。序盤の我々のハイプレッシャーディフェンスは、本当に彼らの予想を超えていた。彼らは私たちが低い位置で守ると思っていたのかもしれない。同時は、ホームアドバンテージ、日本が過小評価していたこと、あるいは状態が悪かったことを考えても、中国代表は非常に良い試合をしたと思う、と中国代表に賛辞を送った。ホームアドバンテージ、姑息なこと。ピッチ短くすればそりゃプレッシャーも近くなるんだからよく見えるわな。日本の選手もそこ指摘してるし。よし、そこまで言うならサイスタでもう一度やるか？怪我させられたり何されるかわからないんでお断りです。このドン・トゥー氏は今年4月に開催された、パリ五輪のアジア最終予選を兼ねた U23 アジアカップのグループステージで U23 日本代表が中国と対戦した際、試合前にこんな驚きの発言をしていた。私は日本サッカーの時代は終わったと言いたい。日本サッカーがワールドカップでベスト16に入るのはもう終わりだ。アジアではしばらく続くかもしれないが、将来的には間違いなく下がる。彼らはフィジカルが良くないからだ。サッカーはますますフィジカル的になってきている。欧州のトップリーグでプレーする選手たちがフィジカルに問題あるならそのラインにすらいない中国は論外ってことで OK？ そしてこの試合では数的有利だったのに負けた挙句、お得意のフィジカルでも完敗してたのはクソロワロタ。そうした経緯を含め、今回の発言に対して、中国のファンからは次のような声が上った。こいつはバカか、盲目的だ。この人は毎日あれやこれやヒゲして、自分を偉い人のように見せかけている。正直に言うと、日本のプレーは悪くなかった。3-1 とリードを奪った後、テンポをコントロールし始めた。負けて興奮するなよ。日本はただ淡々とプレイしているだけで、自分たちの力の6、7割さえ発揮しているかはわからない。彼の視点からは何が見えるのでしょうか？日本は簡単にヘディングで得点できるので、無理してフィジカル勝負をする必要はない。まるで中国が 3-1 で勝ったみたいだな。冷ややかな見方が少なくないようだ。ぜひともその冷静な反応をこの試合で数えきれないほどあった愚行に対してもしてほしいもんだね。一応してるようだぜ。批判を浴びているのはこのファンの愚行だ。中国大手メディア、ソーフは、試合前半のエピソードのせいで、サッカー代表チームは罰を受けるだけでなく、多くのサッカーファンの怒りを買うことになった、と報道。乱入騒ぎが皮肉にも敗戦を招く要因になったと指摘する声が渦巻いているという。試合中断がなければ、5分の前半 AT が短縮されていた可能性も考えられ、記事では5分間の AT はなかったはずだ、と指摘するファンの声を紹介。これに同調する声は多数あるようで、トラブルがなければ2失点目を喫するコーナーキックのチャンスはなかったはずだとファンは信じている、と伝えられた。まさに中国。問題視してるのは自分たちが負ける原因、実際そうかは置いといて、であって、日本に対する愚行はまるで問題視してないと。これですよ。これでは永遠に分かり合えるわけがないわな。その必要もないが。私たちが問題視してるのは勝敗以前の部分なんよ。それが分からんのやろな。いや、むしろ日本には何してもいいよくやったと思ってるんでしょうね。あの10番の表情とか見たか？あの憎しみに溢れた表情。ゾッとしたね。これが中国だ。ドン引きしたのは私たち日本人だけじゃない。どんどん世界にこの件は拡散されてる。この一戦では、日本国家斉唱時の大ブーイング、日本選手へのレーザーポインター攻撃、観客の乱入などが物議を醸した。こうした行為を厳しく糾弾したのが韓国メディア、スポティブニュース、だ。ワールドカップに出てはいけない国だ。中国、国家でブーイング、レーザーゼロ、グラウンド乱入。日本戦の敗戦よりも恥ずかしい、と見出しを打ち、こう非難した。中国は試合もマナーも負けた。こんな考え方では、ワールドカップ出場自体がむしろ迷惑だ。韓国が言うのもおかしな話だけど、スポーツでは中国はまだまとも。ってのが徹底的に崩れるような出来事だったわね。むしろ最近は中国のがやばいな。報道とかは韓国相変わらずだけど試合中に何かあることはかなり減った。だけど中国は相変わらずだからな。
相対的に中国のが目立つ。韓国メディアだけど、敗戦よりも恥ずかしい。この部分は本当にその通りで、中国はこれを全く理解してない。恥どころかむしろ誇りにさえ思ってるのがやばい。日本には何してもいい。その考え方そのままだ。あのブーイングすごかったからね。あれはかなりの人数やらないと無理。一部ならまだわからんでもないけど、あれは。一部でもやらないよ。どこの国に相手国家にブーイングするとこあんだよ。同メディアは、彼らは最初から一貫して非礼だった。日本の国歌が流れるとブーイングをした。これは、2次予選で中国と同じ組だった韓国も経験したテロと同じだった。国歌が流れる際、両国は静かに互いを尊重するが、中国の意識は完璧とは程遠いものだった、と非難を続けた。選手にレーザーも発射した。得点に困っていたためか、日本の GK 鈴木ザイオンの顔にレーザーを発射した。目に当たれば悪影響が出る悪用であることは間違いない。そして、ついにはスタジアムに侵入した。上半身裸という乱れた格好をした選手に向かって走り出すなど、安全面では落第点だった。韓国もしれっと国家でブーイングされてたのくさ。気持ちわかったかこの野郎。記事は、最後にこう締めくくっている。北中米ワールドカップの出場数が増えたとはいえ、中国の現在のサッカーレベル、ファンのレベルは世界レベルに及ばないことは明らかだ。韓国が言うとやっぱりあれだけど、まあその通りよね。こんなのが同じアジア、しかも東アジアとして見られるの嫌すぎる。絶対にワールドカップ出場させてはいけない。韓国も中国も迷惑すぎる。こうやってアジアは野蛮だと世界に思われてしまうからな。本当に大迷惑だ。韓国は警告無視して永久追放処分、中国は普通に敗退で仲良く暇なワールドカップって今韓風2026でも開催しててほしい。なんかそれ面白そうなの腹立つ。北朝鮮も入れようと思ったけど韓国動物風船ワールドカップあるからやめた。アジアって野蛮だな。いや本当にそう思われるからな。ワールドカップは多くの人が見るわけだし、そこでこんな連中が出てきたら。日本のグループ面白いことになってるけど、中国だけは絶対出場させたらダメだ。インドネシアメディア、オラ、コム、も、日本が中国に勝利した。しかし、注目されているのはこの試合の結果だけではない。それ以上に中国対日本の試合は混沌としたものだった、と述べた上で、試合を前に国家斉唱にブーイングが浴びせられる不愉快な歓迎を受けていた。さらにゴールキーパーが、スポーツマンシップに反する行為の標的となっている。試合中には、ピッチに乱入した男性にも注目が集まった。この男性は中国サポーターであり、日本代表の守護神を挑発する意図があったとみられる。その後彼は逮捕されたが、このピッチ乱入によって試合は一時中断された、と、中国サポーターが行った数々のアンチマナー行為について、厳しい目を向けていた。なんて言うんだろうな。不愉快というか、唖然とかそっちのが感情としては正しいかもね。説明が難しい感情だよな。中国だから何かしらはあるだろうとは思ってた。思ってたんだけど、ここまで低レベルで野蛮なのかと。中国について日本人はこれでもかってほど低く評価しているが、スポーツはまだまともだろうと思ってたとこがあった。そこにこれだからな。これほどなのか。という感情だな。これだけ最初から中国を最低評価して、このくらいあるだろう、って基準をはるかに上回ってきた衝撃。これほどまでに低レベルで野蛮であることに衝撃。まさに唖然よ。みんなの反応行きましょう。街を取り巻くトラックフィールドに、観客席に向かってずらーっと警備員が等間隔で並んで立っていたにもかかわらず、ファンの乱入を許してしまったということは、ある程度黙認。みたいな意識もあったんではないかと邪推したくなる。しかも最初、相当な時間は鈍足な警備員一人が追いかける展開で、全く捕まりそうもなく、結果ザイオンの前で妙なパフォーさせて、観客を盛り上げてしまうよう状況に至る。まあ一連の様子から、民道全世界に大々的に告知する結果になったから、アキラさんにすれば盛り上がってる場合じゃなくてマイナス効果になって失望すべき出来事なのに、まだ気づかないんだよね。これ本当に恐ろしくて、中国ならありえないと言えない。試合前は日本サポ襲撃されて警察出動したけど、むしろよく警察来て守ってくれたなと思ったもん。日本人だから、と無視してなかったことにされても全然おかしくない。外でもそうだし、試合会場もな。もともと中国は日本人にとって危険なとこだが、最近は経済問題など様々な理由で冗談抜きに日本人に一番危険な国になってる。あまりにもひどい愚行の数々だけど、これで済んでよかったとも同時に感じた。これがいかに異常なことであるか。国家斉唱の際にブーイング、レーザーポインターの使用、乱入。このようなサポーターがいる国は、ダブルハイどころかサッカーをする資格すらない。闘争心があるのは良い。だがその闘争心を向ける方向が間違っている。他国に敵意を向けるより、その熱量を自国の応援に向ければ良いものを。先日のインドネシア戦では、試合後にインドネシアサポーターが日本にエールを送ってくれた。このような国は応援したくなるし、ダブルハイに出場してほしいと思う。インドネシアは良い意味で見方が変わった。むしろこれが普通なのよね。日本の周りが変なのばっかりで感覚おかしくなるけど、だな。
でもインドネシアは最初から最後まで友好的でリスペクトしてくれてたし、ワールドカップ出場にふさわしいチームだと私も思う。比べるのも失礼なレベルだが、こんなにも違う。そんなことをして何の意味があるのか。日本に来る観光客もそうだが、あまりにも自己中すぎるし、マナーやルールや他からの目というのを全く気にしないのだろう。サッカーをやる前に、基本的な常識を学んだ方が良いし、そんなことではいつまでも成長できないですよ。特に格上、レベル差のある相手にはリスペクトして紳士的に対応しないと、恥ずかしいだけ。中国は本当にずっとこの部分は変わらない。だからただでかいだけと言われるのよ。国も人も全てがね。ただ、これで少なくともアジア最終予選では中国との対戦は終わった。それだけは一安心だ。そうね。でも同じ東アジアである限りこの先もあらゆるカテゴリー、大会でまた中国とやることになる。その時に同様の心配をし続けないといけないのは本当に嫌ね。だな。まずはアジア最終予選で他の国に頑張ってもらって中国のワールドカップ出場を全力で阻止しよう。どんなに嫌いな国でもサッカーがまともであるなら応援したかったが、さすがにこれはダメだ。サッカー以前に、国以前に、人として大事なものがあるだろ。よく言われてた、中国はこのレベルではワールドカップ出ても恥をかくだけ。これは実力のことを言ってたわけだけど、新たにマナー面もこれに加わることになったわね。中国よ、恥を知れ。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。でも乱入者が上半身裸でまだ良かったわね。下半身だったら、試合に勝つ自信もなければ何とは言わんが何にも自信がなかったようだな。は？おい最後のなんやねん。ごめん。聞いてくれ。私は真面目な話をずっとするの苦手なんだ。思わず耐えきれずに。これでただでさえ少ない女性視聴者がさらに減ったのは間違いない。まあとにかく次はこれ。いろいろあったんよ今回も。今回の11月シリーズ、何やら異変発生しまくりだったみたいね。実はそうなんだ。世界中で。特にアジアがヤバすぎた。今回は様々な異変についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。よりダブルハイ予選を楽しめるようになるはずだ。では見ていきましょうかね。今回は本当に色々あったようだからね。強豪国受難、アルゼンチン敗戦にブラジルはドローダブルハイ南米予選。サッカーダブルハイ北中米大会の南米予選は14日、各地で第11節の試合が行われ、アルゼンチンが1-2でパラグアイに敗れると、ブラジルは1-1でベネズエラと引き分け、強豪国が苦戦を強いられる1日となった。アルゼンチンとブラジルが揃ってこけるという。南米予選そのものがヤバいって大前提はあるにしても、アルゼンチン負けたか。ブラジルもガチの敗退危機からちょっと盛り返したかなと思いきややっぱりどうにもパッとしないし。枠拡大してるからそんなのんきな感じで言えるけど、今まで通りだったらブラジルマジでヤバかったぞ。これまでも確かにブラジルって苦戦したことあったけど、これだけ枠拡大しての現状って明らかな異変だわ。アルゼンチンが負けたのもだけど、深刻度はブラジルよね。サッカー王国ブラジル、この現状は当然許されるはずがなく。恐ろしいほど弱い、恥を知れ、痛恨連続ドローのブラジル代表、まさかの5位低迷にファンの怒りが爆発、ビニシウスは何もしていないじゃないか、ダブルハイ南米予選。11月19日に開催された北中米ワールドカップ南米予選の第12節で、ブラジル代表はウルグアイ代表とホームで対戦、1-1で引き分けた。14日の第11節でも、ベネズエラと敵地で1-1のドローに終わっており、11月の2試合で勝ち点にしか積み上げられず、まさかの5位にとどまっている。11月シリーズ2試合引き分け。勝ててないのやばいな。ブラジルということで言えば驚きだけど、最近のブラジルなら驚きがないというのも異変だな。ぶっちゃけこれまでの感じからするとこうなるとは思ってた。むしろ負けなかっただけ良かった気さえする。6位までが出場権を獲得できるとはいえ、まさかの惨状に同国のファンからは次のような怒りの声が上がっている。誰もリスペクトできない、監督を解雇しろ。これがブラジル代表か、恥を知れ、ビニシウスは何もしていないじゃないか、馬鹿げた試合に高額なチケット、恐ろしいほど弱い、サッカーが崩壊している、サッカー王国は残り6試合で、無事に本大会への切符の手にできるだろうか。6位までがストレート突破、7位がプレイオフ進出ということを考えるとさすがに敗退はないと思うけど、枠拡大でかろうじてってことだからね。ブラジルがこれではあかん。あとコメントにもあったけどビニシウスがいなくてピンチって言われてた時のが良かったってのはなんとも皮肉な話だ。これもサッカーあるあるね。特定の選手に依存してチームとして停滞。その選手がいなくなるとむしろチームとして機能する。サッカーはチームスポーツってことやな。まあブラジルはそれ以前の状況な気がするけどな。確かに今南米予選で苦戦しているし、昔と比べればそりゃメンツも見劣りするが、それでもこのメンツでこんな状況になるっておかしい。そうよね。昔と比べたらどう考えても見劣りするけど、それでもなんだかんだメンツすごいからね。やっぱりサッカー王国ブラジルがこの状況ではなんか物足りない。
予選突破するかどうかってとこでやるようなチームじゃない。今後どうなるか注目ね。枠拡大で敗退危機。ブラジルのこの状況は明らかな異変だよな。さて、次はやはりなんといってもアジア最終予選。本当に色々あった。まずは日本のグループから。フル出場を果たしたミッドフィルダー大神源ワン・シャンユエンは、試合後に自身の SNS を更新。日本はとても強い、客観的にも差ははっきりしている。現実的に見て、追いつくには何世代か必要だ、と綴り、体感した力の差を冷静に受け止めた。一方で、負けた悔しさを表さなかったのが有識者。ドイツの遺跡専門サイト、トランスファーマルクト、の中国版管理人を務める亜生悲しは、日本から点を決めた。気持ちの上で分かったようなものだ、と SNS 上で喜びを綴り、最強の日本に負けたことは大したことじゃない。グループが混戦になればなるほどありがたい、と最終予選の残りへ楽観的な見方を示した。中国中央テレビ CCTV の元キャスター、コウケンとファン・シャンシャン氏も、今日のメンバーで流れの中で日本から得点を決めたのは見事、と述べ、得点という結果に喜びをあらわにしている。今回の日本戦では、エースフォワードの竹白井、レイに加え、左右サイドバックなど複数主力が怪我で欠場。そうした事実があってか、敗戦でも 1-3 であれば上出来との思いが強いようだ。さらに、30年以上アジアサッカーを取材する中国の著名なジャーナリスト、馬特攻、まあ、デイシン氏は、今回のスコアは順当だ。ただし、セットプレイの守備は改善せねばならない、と試合を総括。中国は最終予選でセットプレイから7失点を喫している。混戦極めるグループでダブル敗出場のチャンスがまだあるだけに、リスタートからの守備改善は急務と言えそうだ。結果については順当。だけど中国の反応については異変かなと思う。あれだけ悲観的だったのがやたらポジティブな反応になってるわよね。インドネシアに勝利したあたりから反応変わってきてたもんな。でもこんな反応もあるようだ。第一節の対戦では0-7の歴史的惨敗を喫していただけに、グループ首位を独走する日本に対して、よくやった、という楽観的な見方も少なくないようだ。中国メディア、ジーボーバは、同国の指揮者から、負けたのは大したことではない、日本から得点を挙げ、勝ったように感じた、負けたとしても、1-3 という結果は良いパフォーマンスだ、といった意見があると伝えた。ただ、そうした風潮に対して、ファンからは不満のような声が上がっている。負けることには慣れてしまっている、我々はグループ最下位で、得失点差は10です。たった1ゴールを奪っただけで、ダブル敗で勝ったかのようだ、悲しすぎる。理解不能だ、いつもテストで20点を取っていた出来の悪い生徒が40点を取ったら誇りに思うのか？もはやプライドのかけらもない、納得ができないファンが少なくないようだ。確かに本来の目的からすれば負けても問題ないけど、大したことではないってことはないし、得点したから勝ったように感じたってのは意味不明すぎる。コメントにあるように負けることに慣れすぎて感覚麻痺してるんだろうな。自信を持っていい。くらいにしとけばよかったんだろうけど、なんか中国サッカーに関係する人たちって余計なことばかり言うよな。でもこれぞ中国って感じがするわ。試合は日本代表が 3-1 で勝利したが、ピッチ幅が国際サッカー連盟が推奨する68メートルよりも狭く、選手から驚きの声が上がった。元のサイズで引かれた線の跡も残されており、中国代表の奇襲が波紋を広げた。中国メディア、新蘭体育によると、同国スポーツ専門メディア、大談集報合ってるかわかんね。記者の予面がなしがラジオ番組でピッチ縮小問題に言及。事前に知っていた、と明かした。同氏は、練習拠点の、ドバイで代表チームのスタッフと話していたら、日本代表戦ではチャンスがあるかもしれない、と言われた。なぜかと聞いたら、日本代表はピッチの幅を広く使うのが好きだから、ピッチ幅を、少し狭くする、と言ったんだ、と戦略を明かされたという。その時は私も言ってはいけないこと、書いてはいけないことがあったから、報じなかった。で、アモイに戻ってピッチを見てみると、本当にラインは縮まっていた。意図してやっていたことだね、と、狭くするという言葉が本当だったと分かったという。なりふり構わぬ姿勢だったのは間違いない。ピッチ幅について中国はいつものごとく、知らんがな、と言っていたわけだが、やっぱり意図的だったわけだ。あんな元のラインそのまんまとかクソ雑なさすがのメイドインチャイナ仕様だったから一瞬でわかるわあんなん。さすがのチャイナクオリティアで。中東も似たようなことするけどもっとうまくやるわ。ごっすいことしてくるけど、これは日本との対戦国には参考になったかもしれん。金田信俊氏は、中国サイドが縮小したフィールドサイズについて、ルール違反というわけではない、一定の効果があったと言えるのかもしれない、と論じている。ピッチの左右幅は普段より4、5メートルは狭くなっていたと思う。選手の動く距離が短くなっている分、スペースが生まれづらくなっていたのは確か、試合が行われた青い白鷺体育場のグラウンドでは、もともと引いてあった白いラインが消され、メインスタンド側とバックスタンド側の内側に新しいラインが引かれ、ピッチの幅が数メートル分縮小されていた。久保建英らも、フィールドが、狭かったとコメントしていたが、選手であればピッチの幅が狭いのは体感ですぐにわかる。
数メートル狭くなっているだけで、単純にその分のスペースがなくなっている上、守備側は左右のスライドがスムーズになり、確実に守りやすくなる。おそらく中国側は戦略的にピッチを狭くしたのだろうし、実際にピッチ上でもある程度の効果は出ていたように思う。プレスなんかはそうよね。その分距離が短くなるからピッチを広く使おうと思うといつもよりプレスが早くかかることになる。それだけでなく全てのプレーだな。パス一つ取っても普段の感覚が違う。ドリブルもな。伊藤でさえイージーミスしてたし、立ち上がりはその影響が明らかだった。だけどちゃんと日本代表はその中で試し続けてたからな。その時はミスしてたけどそれによって慣れてきた。FIFA 国際サッカー連盟は、ダブルハイや五輪などの主要大会においてフィールドサイズを縦105メートル×横68メートルと定めている一方、他の国際試合では縦100メートル110メートル×横64メートル75メートルの範囲内でゴールラインとタッチラインの長さを設定できる規約になっている。規約内であって、ルール違反というわけではない。9月7日の対戦では日本代表が中国代表に7-0と圧勝した。今回は 3-1 とスコアの差が縮まっただけに、ピッチを狭くして一定の効果があったと言えるのかもしれない。FIFA のはあくまでも推奨だからね。ルール違反ではないんだけど。こっすいなぁ。ただ、これのデメリットって双方同じ状況でやることにある。もちろんメリットも同様になんだが。縮小ピッチの効果について言及した金出しだが、全体として見れば、中国にとってデメリットもあったのかもしれない。コーナーキックから日本の2ゴールが生まれたわけで、直接の因果関係は誰にもわからないが、ピッチが狭くなった影響とも言える。少なからずプレーに影響はあったと思うが、ピッチの狭さが日本のゴールに直結したのであれば自分たちの首を絞めたわけで、中国にとっては皮肉な結果だった、と締めくくっていた。それよね。ピッチ狭くして喜んでたらコーナーでやられてるのは草生えた。コーナーもより近くなるわけだからな。中国としては盲点だったのかもしれない。日本人は小さいと言い続けてるし、まさかそこで負けるとは思わなかったんだろう。今までもその高さで負け続けてる上に 7-0 の試合で沿道にやられてるけん、ピッチに異変が発生ってことだな。これを参考に日本対策としてやってくる国が増えるかもしれん。まあその方がこちらも練習になっていいな。そうそう。よりプレッシャーが早い中でボールコントロールとか色々さらに磨きがかかるでしょうし、むしろありがたい話。あとあまり話題にされてないけど、久保が事前のコメントで人工芝みたいと言っていたが、これも影響したと私は思う。人工芝のような芝とピッチを狭くした二重の効果があったのかなと。そういえば久保言ってたわね。なるほどなぁ。こういう悪知恵だけは中国働くなぁ。それよりも単純な実力やマナーを磨けっての。まあそういうことだな。ってことでこの試合外せないのがやっぱりこの話題。この試合で乱入者が現れるなど、中国側の様々な行為が問題となっている。この日も中国は中国らしく醜い行為を連発したと、韓国紙 MK は呆れた様子で報じた。同紙は中国と日本が互角の流れを続けていた時に雰囲気を壊す残念なシーンが生まれた。これにより、時間が多少遅れ、むしろ中国の試合のリズムが崩れた、と指摘している。また、日本の国歌斉唱中にブーイングを浴びせたり、レーザーポインターで妨害したり、様々な妨害行為を行っていた。同紙はタイトルに予想通り、中国はまた、中国になった、とつけ、この日も中国は中国らしく醜い行為を連発した。まず、日本の国歌斉唱中に中国のファンがブーイングをした。中国のファンは日本を全く尊敬していなかったが、驚いたことに、これはほんの始まりに過ぎなかった、と報じている。韓国にまで中国は中国って言われてるの本当に草。中国が中国したって言えば世界中通じそうだな。常識的に考えればこれは明らかな異変だけど、中国だからな。中国が中国やってんだからまあ普通やな。この件は別動画で詳しくやってるからここまでにするけど、本当に最低だったな。スポーツチャンネルダゾーンは21日、今月19日にライブ配信した AFC アジア最終予選グループ C 第6戦中国 VS 日本でライブ視聴者数が日本におけるダゾーン史上最多視聴者数を記録したことを発表した。今月15日に行われたインドネシア戦でも2022年3月24日にダゾーン独占で配信した前回の AFC アジア最終予選オーストラリア VS 日本を超えて歴代最多視聴者数を記録。無料開放も含め中国戦はそれをも上回る結果となった。またダゾーンでは日本サッカー協会の宮本恒康会長とダゾーン CEO 笹本優の話し合いを受け、10月から100万回パスをつないでみんなでシャープ代表見ようぜ、企画を実施している。目標の達成に伴い、11月のダゾーン独占配信による日本代表のアウェイに試合を無料開放することも決定した。無料開放して最多記録更新しなかったらその方がヤバいわよね。この件はかなり賛否両論あったけど、無料開放で様々な人が見れたしありがたかったわね。有料会員の不満、そして無料で見る側もファンゾーンについてかなり不満の声が出てたんだよな。でもそれと同じくらい感謝の声も多く、まさに賛否両論となってた。私はこういうチャレンジは好きだしいいと思う。今回いろいろ分かってきたと思うし、次に繋げてほしいな。より良くしてほしい。そうね。
そもそもの問題は放映権両高等にある。ここもまた考えていく必要があるわね。ダゾーンには賛否両論あったし、私も有料会員だけど今回の無料開放は感謝してる。やっぱりサッカーへの入り口はなるべく広くしないと衰退してしまうから。ダゾーンだってわざわざ無料開放する必要もなかったわけだからな。ビジネスである大前提はあるけどそれでも感謝したいな。ってことでこれも無料開放ということで異変だな。3月に行われる次節のバーレーン戦に勝てば、3試合を残して8大会連続でのワールドカップ出場が確定する。中国戦後に取材に応じた久保建英は、報道陣からヨーロッパ予選はまだ始まっていないのに、アジア予選の突破が決まるって、なかなか変な感じですね、と話題を振られると、フランクにこう答えた。変ですね。でもその代わりにヨーロッパはネーションズリーグをやっていて、僕らがアジアでネーションズリーグをやろうって思ったらすごいことになっちゃうので、また違った各大陸の良さというか、いろんな形があるんじゃないですかね。前節のインドネシア戦では出番がなかった23歳のレフゲは、中国戦に右シャドウで先発。コーナーキックから小川の先制点をアシストすれば、相手の厳しいチェックを受けながら、随所でこの力を発揮した中、チームと自身のパフォーマンスは次のように評した。1戦目に続き僕らの理想の入りではなかったですし、また違った理由でうまくいかない時間帯がありましたけど、僕個人のところで打開できるシーンが何回かあったので、チームが苦しい時に。そこまで苦しいわけではないですけど、チームがうまくいかない時に、個人のプレイで打開できるのは良い収穫かなと思います。今後に向け、久保は次のバーレーン戦に勝って突破を決められたらベスト、と口に。埼玉スタジアムで満員のサポーターと共に歓喜の瞬間を迎えられるか。そこまで苦しいわけではないですけど、わろた。久保は本当にストレートに言うから好きだわ。浮かれてる中国に聞かせてやりたいセリフだな。しかしこれで次勝てばワールドカップ出場だぜ。今の段階でもう事実上確定みたいなもんだけど、ここまで楽勝なアジア最終予選は初めてかも。もちろん細かいとこ見ると問題もあったけど、異変だわ。楽勝すぎた日本ってのも異変だけど、日本以外がカオスなのもどう考えても異変だよな。代表チームもイタリア代表をユーロ2020優勝に導いたロベルト・マンチーニ監督を招聘。ワールドカップ予選突破はもちろん、本大会での躍進も目指していただけに、現状は驚きの声を誘う。ベイスポーツチャンネル ESPN の上位リンチ記者は、オイルマネーでサウジが世界のサッカー界を進んでいく中で、代表チームのパフォーマンスがスピードダウンしているのはある意味で皮肉だ、と評した。ガブリエル・タン記者は、地元リーグにワールドクラスの選手たちが突然流入してくるのは、諸刃の剣となる。過去10年の中国サッカーが証明しているだろう、と分析している。一方では、ロナウドやネイマールのような選手を加えることで、サウジプロリーグの知名度が上がるのは確実だ。それによる商業的利益は、競技に還元されれば後押しにもなる。トップレベルの選手の知識と経験から地元のチームメイトたちが学ぶことができ、ここのプロ意識やフィットネスのレベルを高められる。だがその反面、どんな選手にとってもトップチームでの定期的な経験が重要であることは確かだ。たとえビッグネームでも、クラブで十分な出場機会を得ていなければ、代表戦でもピッチに立てないことがしばしばある。実際、成績不振で解任されたマンチーニも、最後は自国選手の出場機会減少への不満を口にしていた。タン記者は、自国選手が一定の出場機会を得られるようにすべきだったと述べている。かつて存在し、アジアの他国では今もある外国人選手の制限が、最初からシンプルな解決策になっていたのではないだろうか。3月の予選で再び日本とも対戦するサウジアラビア。迷える中東の雄は、流れを変えられるのか。これね。サウジアラビアで指摘されてるのは爆買いの影響で代表選手が出場機会を失ってること。それがもろに成績にも影響していた。これが根本的原因なわけだけどマンチーニ監督解任という表面だけの逃げを行った。まあ選手もサポーターもメディアもあんな状況だからもう限界だったのはわかるが、その結果今どうなってるだろうか。火に油を注ぐというか、まだマンチーニ監督の戦術で耐えていたものが崩壊したように私には感じるな。ESPN のガブリエル・タン記者も、自国の選手が出番を確保できていない点を問題視する。サッカー選手にとってトップチームで試合に出ることが何よりも重要であることに変わりはない。たとえトップスターであっても、クラブで出番を確保していない場合は代表チームから外れることもある。前サウジアラビア代表監督のロベルト・マンチーニは、当初よりサウジアラビアの選手がリーグでプレイしていないことを問題視していたが、その考えは正当なものだった。もっと早くから外国人選手の枠に制限を設けておくべきだったのではないか。そうね。しかしこの爆買いがここまで影響するとはね。どの試合見てもサウジアラビアやばいもんね。監督交代してからなおさら。もう意図が全く見えないし、チャンスすら作れなくなった。この選手不在の影響も色濃く出たんだろうな。サウジアラビア代表フォワードサレム・アル・ドサリ・アル・ヒラルの戦列復帰はいつになるのか。サウジ・ガゼットが伝えている。サウジ代表は19日、ダブルハイアジア最終予選 C 組第6節でインドネシア代表2対2と敗戦。前回対戦第1節の1-1ドローが驚くべきことではなかったと、不名誉な形で証明してしまった。
大まかな試合内容としては、インドネシアに速攻から2発を食らった一方、サウジは14日の豪州戦00と同様、ゴールに迫る場面こそあれど、崩して同行の決定機が一切なし。したがって、緩急つけたドリブルが巧みで、ほぼ全ての攻撃を経由してきたアル・ドサリの負傷離脱が悔やまれることに。一人に頼っている現状が改めて浮き彫りとなったサウジである。では、今回の代表ウィーク直前に負傷したと伝えられるアル・ドサリは、重傷か軽傷か。所属するアル・ヒラルは公式 X でチーフドクターのコメント動画を発表。それによると、私たちのキャプテン、アル・ドサリは足首のリハビリに努めている最中です。少なくとも 2、3 週間はプレイできません、とのことだ。サウジにとって幸い、重傷ではないというアル・ドサリ。エースを欠いた11月の出来は C 組4位という順位以上に深刻で、6試合3得点も最終予選18カ国で最少。サウジは日本遠征を含む来年3月、再びアル・ドサリを頼ることになりそうだ。アル・ドサリは確かにすごい選手だわ。でも問題はその選手に頼るというか、その選手しか頼れない、部分よね。そうなんだよ。あまりにもチーム状況が悪すぎてもうアル・ドサリに何とかしてもらうしかない。この2試合はそれが色濃く出たし、仮に出場しても結果は変わらなかったと思う。そのくらいサウジアラビアはヤバい。サウジアラビアも異変発生だな。いろんなチームをアジア最終予選で見てきたけど、チーム状況のヤバさではサウジアラビアがぶっちぎりだわ。ということでここまで南米予選と日本のグループの異変を見てきたわけだが、あまりにも異変がありすぎてとんでもない時間になってらー。ビビるだろ？でもこれインドネシアとかオーストラリアとかがっつり省いてこれなんだぜ。異変ありすぎだろ。日本のグループ、ここいつも異変しか発生しねえな。ところがですよ。今回は他でも異変あったんですよ。グループ B 首位の韓国代表は、最下位のパレスチナ代表と中立ティアンマン、ヨルダン、で対戦。12分にディフェンスキム・ミンジェのミスから先制を許し、16分にショーソン・フンミンのゴールで追いついたものの、1-1で痛恨のドローに終わった。とりわけ酷評されているのが、ソン・フンミンと共にダブルエースを担うイ・ガンインだ。いや、この試合で酷評されるべきはいつもの致命的なミスやらかしたミンジェ君では、あれが先制点だからな。それのせいで試合を難しくした。どう考えても先犯だ。韓国メディア、X スポーツニュースは、韓国のエースはどこに行った？ホン・ミョンゴ監督の下でイ・ガンインが行方不明、と題した記事を掲載。こう伝えた。イ・ガンインは2次予選で主将のソン・フンミンと共に大活躍し、韓国の攻撃を担った選手だった。2次予選6試合で残した記録は4ゴール、3アシスト。韓国が2次予選で挙げた20ゴールのうち7点がイ・ガンインの足から生まれたか、始まっていた。だが、最終予選に突入した後、代表チームの攻撃の急先鋒の役割をしていたイ・ガンインの姿が消えた。ホン・ミョンボ監督体制に入った後に行った最終予選6試合に全てスタメン出場したが、FIFA ランキング80位のオマーンを相手に1アシストをした以外は攻撃ポイントがない状況だ。同メディアは、イ・ガンインの沈黙について語るなら、起用法、つまり戦術面について語らざるを得ない。ホン・ミョンボ監督の下で、ガンインの役割は若干変化した。ユルゲン・クリンスマン監督と2度の暫定監督体制では、より自由にプレイし、創造性を発揮していたが、最近は相手の守備が集中し、以前よりも孤立することが多かった、と指摘。こう主張を続けた。ホン・ミョンボ監督は、イ・ガンインのためにスペースを作るよりも、相手チームのプレッシャーを誘発することで、イ・ガンインを犠牲にすることを選んでいる。この選択自体が悪いとは考えにくいが、イ・ガンインは広いスペースでプレイする際に自分の長所を最大限に活かせる選手であることを考えると残念だ。記事は、イ・ガンインの沈黙は、常に解決策を考えなければならない問題だ。今のように犠牲になる立場から抜け出せないのであれば、パレスチナ戦のように得点が必要な場面でイ・ガンインの派手な個人技を期待するのは難しいかもしれない、と見解を示している。韓国の至高の個性が、戦術のために犠牲になっていると見ているようだ。案の定クリンスマンのが良かった説出てきてくさ。戦術ソン・フンミンなんだから仕方ないと思うけどな。それにガンインって守備に問題がありすぎて他の選手のフォローが必要。これも使い勝手が悪いと言われるところで、それなのにミンジェ君みたいな致命的なポカするのはいるわ。そもそもディフェンスが不安定すぎてどうしようもない。いい加減問題は戦術ではなく選手のクオリティに問題があると気づくべきよね。あなたたちの大嫌いなクリンスマン解任したのに今絶賛してるのがその証拠だわ。ここまでも理解してきた韓国がまたつまずく異変。まあパレスチナにはホームで引き分けてるし、今回の引き分けは普通か。ミンジェ君も毎回致命的なミスしてるしな。では次。グループ A で4位のカタールは3位の UAE と敵地で対戦。レイゴの衝撃的な惨敗を喫した。開始4分に先制されたカタールは守備が崩壊。2度の PK を献上するなど軽率なプレーが続き、なすすべなく敗れた。今年のアジアカップで連覇を達成した中東の U の大敗に、SNS 上では次のような声が上った。カタールも5点取られとるしアジアサッカーはもうわけがわからん。どうしたカタール、カタールなんでボコられてるの。守備崩壊してるな。UAE とカタールが大変なことになってる。波に乗れないアジアチャンピオン。毎回ピークがアジアカップに来てしまうのか。それにしても、負け方、やられ方が毎月ひどすぎる。
予選6試合で17失点ってガバガバすぎるだろ。アジア杯の強さがどこやら。極度の内弁慶なのか？UAE に5点差負けはいくらなんでも弱すぎる。一体どうやってアジアカップ連覇したのか。前回大会のホスト国はこの苦境を脱し、初の予選突破を果たせるか。これビビったわ。キックオフ直後に失点してこれはやばいとは思ったけど、さすがに5失点は予想してなかった。カタールはアジア最終予選最初のシリーズで盛大にやらかして盛り返してきたかな。ってとこでこれだからな。あまりにも不安定すぎる。攻撃はそれなりにクオリティあるんだが守備がやばすぎる。これさ、むしろ5失点で済んでよかったわよね。何回 UAE に決定機あった？あんなにひどい守備もなかなかお目にかかれないわ。5失点で済んでよかったというパワーワード。でも本当にそのレベルだからな。反応にもあるけど、6試合で17失点ってのが守備のヤバさを物語ってる。カタール代表が悲壮感漂う歴史的惨敗に。カタール代表は19日、2026年ダブルハイアジア最終予選 A 組第6節で、宿敵 UAE 代表2-0と大惨敗。ホームで逆転負けを喫した第1節のリベンジならず、依然として A 組4位に低迷する。そこに、アジア杯2連覇のアジア王者という風格は存在せず。調べてみると、対 UAE の5失点は史上初で、もちろん最多失点である。第1節で UAE に敗れた時から怪しかったメンタル面の脆さが隠せなくなり、やはりダブルハイ予選突破の経験がないことも影響か。UAE に2試合8失点、イランに4失点。6試合トータル17失点は、とうとう中国の16を超えた。無論、数字上はまだ2位以内の可能性があるわけだが、地元紙ガルフ・タイムズの論調に漂うは悲壮感。本大会ストレートインの可能性は消えた、とまで言い切る。つまるところ、アジア杯2023から率いるスペイン人指揮官、ケンケン・マルケス監督62の去就が怪しくなっている模様。ケンケン監督も解任危機か。おい、マルケス監督でいいだろそこは。いや、なんとなくケンケン監督と呼ばなければならない気がして。9月以降、試合ごとに発言のブレが目立っていた指揮官は今回、早い段階での失点で計画が狂った、とした上で、ベストのコンディションではなかったことも影響した、と発言。これは前日会見の体力面に不足はない、というコメントと真逆をいくものである。また、A 組は、まだ全チームが2位以内、4位以内の希望を持っているが、2位以内へ有利なのはイランとウズベキスタンになった、とも、陣営の士気低下につながりかねない発言だ。悲壮感と絶望感が漂うカタール。12月は中東恒例のガルフカップがあり、ここではいきなり初戦で UAE と対戦する。この大会で何かをつかめれば、来年3月にリスタートする最終予選残り4試合も厳しいだろう。ケンケン監督何言うてんねん。大敗した時に一番言っちゃいけないやつ。カタールってフル代表、しかもアジアカップだけが謎に強いけど、アンダー世代とか見ればそうでもないからな。やっぱりどこもここが問題になってくるんだろうな。中国とかも。結局は下の世代からしっかり地道にやっていかないと継続性がないのよね。だからムラがある。しかしマジでなんでカタールはアジアカップだけ謎に強いんだ？よくわからんチームだ。UAE は背番号10、ファビオ・リマの無双で C 組3位をキープし、11月は2連勝。2位ウズベキスタンとの勝ち点差も6から3となり、本大会ストレートインに希望が膨らんだ。ファビオ・リマは UAE、ハリージ・タイムスで、今回、また今日のようなプレイレベルを維持しなければ。今日に関しては、とても充実した戦いぶりだったと思うね。このレベルを保てるなら、僕たちには先がある、と充実感を口に。そして、全員が最初から最後まで集中を切らさなかったことが大きいが、この調子で次の戦いまで持っていけるかどうか。数ヶ月空いて、僕たちの次の相手は、イラン、だからね。イランに勝って祝いたいだろう？とも、今回こそ2連勝とした UAE だが、次回来年3月の初戦は、イラン代表とのアウェーゲーム。同じ日にウズベクはホームでキルギスト。とあって、もし敗れれば、おそらく2位との勝ち点差は再び6となってしまう。UAE は大国イランが非常に苦手で、通算対戦戦績は1勝2分け14敗。唯一の勝利は1997年まで遡り、ここのところは7連敗中。今予選の前半戦もホームで0-1と敗れている。また、通算17試合で5得点とゴールも奪えない。A 組に入った時点で対イランをどう乗り切るか。UAE を含め、各国チームにとって大変重要なテーマである。兄弟のファビオ・リマは、1点目から4点目まで計4ゴールをぶち込んだ勝利の立役者。ブラジル出身で2015年1月からアル・ワスル・ UAE に所属し、UAE 在住は丸10年。その過程で国籍も取得した31歳のアタッカーだ。このリマはヤバすぎたわ。やっぱりブラジル人選手すごすぎ。ブラジルでは代表になれなくても他ではエースになれる選手山ほどいるわよね。まさに無双だったからな。リマには本当に驚かされたし、UAE がここまで強いとは驚いた。カタールがひどすぎたのもあるが、ここまでの試合を見てると想像以上に UAE が強い。注目だな。なんかさ、今回のアジア最終予選って思わぬチームの強さが目立つわよね。これは異変だと思う。日本のグループは言うまでもないけど、UAE にキルギスも。
残念ながらなかなか結果には繋がってないけど、試合内容を見るとかなり善戦してるのよ。そうなんだよな。キルギスは最新試合でイランとホームで試合をしたんだけど、2-3の打ち合いとなっていて、0-2から1-0追いついたからな。想像以上にある。キルギスはあと一歩なのよね。まあそこが一番の差で難しいんだけど。しかしイランも日本と同じく勝ち切る力があるわよね。最近ちょっと失速気味だけど負けないで勝ち切る。勝ち切る力は大事だとこの予選でつくづく実感したな。そしてちょうどキルギス対イランの話が出たんで触れようと思うが、この試合でキルギスの7番、PK で2得点を決めたジョエル・コジョが試合後号泣してたんだよな。ピッチで起き上がれないほどにね。日本が今回あまりにも楽勝で抜け出してしまって忘れていたけど、アジア最終予選ってこれだけ重いものなんだなと感じたわ。いろいろ考えさせられた。よくやった、頑張った、だけではダメなんだと。選手にとって勝たなければ意味がないんだと。これって実際にプレイしてる選手にしかわからない感情なんだろうな。キルギスの前線はすごいし、このイラン戦もここまでやるとは驚いた。でも前線するだけではダメ。前線するなら勝たないと。中国を持ち出して申し訳ないけど、全然気持ちが違うわね。それすごく思ったんだよ。この選手は2点決めてるんだぜ。それでも足りないと。悔しいと。この差だよ。キルギスは絶対強くなると感じた瞬間だったし、アジア最終予選はこうであると思い出した。そしてそこに駆け寄った選手も忘れてはいけない。チームメイトではなく、真っ先に駆け寄ったのはイランのアズムンだった。アズムンはまあいろいろあるけど、ずっと優しく語りかけて手を差し伸べていたわよね。そして起き上がらせてキルギスのスタッフが来ると去っていった。その次に来たのがタレミだった。中国の愚行を見たばかりだったからこのシーン本当に感動してだな。いろんなことを経験してきたからこそ、その気持ちがわかるんでしょうね。アジア最終予選その重みを本当に感じたし、スポーツはこうあるべきよね。これだけ前線しても悔しいと号泣する姿、それを見てその悔しさを理解できる相手選手たち。これがアジア最終予選だな。そうね。しかしアズムンは本当に長い時間ずっと優しく語りかけてた。それを日本にも頼むわ。それな。まあでも最後にこういうシーンが見られてよかった。ってことで様々な異変を見てきたわけだが。異変ということでネガティブなものが多かったけど、最後にいい話が聞けてよかったわ。まあそのおかげで中国の愚行や反応についてさらにそのひどさが浮かび上がったけど。本当だよ。国同士では色々あってもこういうところではな。嫌な世界であると感じたりもしたし、最後のように世界は捨てたもんじゃないなと感じたりもした。アジア最終予選、やっぱり面白いな。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。戦うよ。しかし今回総集編のように長くなってしまったな。すまん。こんなに長くなると思ってなかった。それだけ異変だらけってことね。枠拡大で様々な影響があるみたい。日本のグループは特に最終的にどうなるか注目ね。どこがワールドカップ出場するか。ただ、中国、おめえだけはダメだ。中国、おめえの席、ねえから。最後のやつもう世代が。マリサってたまーに。いや、言わないでおこう。でも視聴者のデータ見ると8割くらいはこのネタ知ってる世代だし。こういうネタやる方が親近感湧くかなって。まあ何にしても、ここまで見てくれてありがとう。こんな感じで基本的に毎日18時にサッカー専門の動画を投稿してるのでよければチャンネル登録。そして高評価ついでに感想をコメ欄で聞かせてね。では最後の動画行きましょう。試合が終わって少し時間が経ったけど、まだ腹が立つわ。勝敗はもちろん大事。でもそれと同じくらい大切なことがあるわよね。まさにその通りなんだが、残念ながら今回はさらに腹立つ内容となってしまってる。反省するどころかまさかの日本へ逆切れ、さらに明かされる新事実。これ、許せますか？すでにもう許せない定期。まあそりゃそうだろうな。日頃どんだけ。許せないところではあるが、さらにその気持ちが強くなるだろう。まずは試合前の中国さんの異例要請をお聞きください。森保ジャパン戦直前。中国代表 SNS がマナー遵守10項目の異例要請、下品な言葉はやめ。サッカー北中米ダブル杯アジア最終予選の日本代表対中国代表が19日、中国、アモイで行われる。試合を前に、中国サッカー代表の公式 SNS が、サポーターに対し異例の応援マナー遵守を求めた。さすが中国。あなたたちはマナーとは存在しないものですからね。一つ一つ言わないといけないんですね。日本に来てもやりたい放題ですもんね。でもあなたたち言われれば言われるほどマナーなんて守りやしないですよね。
そこに注目してもらいたい。試合を前に、中国代表の公式ウェイボーは、親愛なるファンと友人の皆様、と題し、サポーターにメッセージ文を発表した。ホームで迎える日本代表戦について、これは中国サッカーにとって重要なイベントであり、すべての中国人にとっての祭典です。イベントの円滑な進行を確保し、中国のファンのスタイルを示すために、私たちはファンや友人に次の取り組みを提唱します、と、マナーについて、次のように求めた。その通りですね。まさに中国ファンのスタイルを全世界に示してたと思います。ここからがそのマナーについてになる。1、礼儀作法に注意する。国旗掲揚や国歌斉唱の際は、背を高くし、帽子を脱ぎ、注意を払わなければなりません。2、順序の遵守。競技会場の秩序を守り、係員の誘導に従い、競技会場内への立ち入りや選手の競技の妨げとなるような行為は行わないでください。3、文明的な応援、下品な言葉や侮辱的な言葉を使用したり、過剰な行動を取ったりすることなく、ポジティブかつ健全な方法でチームと選手を応援します。4、他者を尊重する。他の観客が試合を観戦する権利を尊重し、群がったり押し込んだりせず、衝突を避けてください。5、環境を保護する。競技場に破片を投げ込むことは固く禁止されています。アリーナを整理整頓し、ゴミを捨てず、退場時には持ち物を持ち帰ってください。6、法令の遵守、違法行為への参加や、禁止されている物品を会場内に持ち込まないでください。7、公正な競争を支援するチームの素晴らしいパフォーマンスを称賛し、審判の決定を尊重し、公正な競争の精神を擁護し、公正な競争の雰囲気を作り出します。8、温かくフレンドリーであること。様々な地域のファンとフレンドリーにコミュニケーションを取り、私たちの街のおもてなしを示します。9、安全に注意。感染中の事故を避けるため、自分自身と他の人の安全に注意してください。10、ポジティブなエネルギーを広める。試合を観戦することで、スポーツマンシップとポジティブなエネルギーを伝え、より多くの人にスポーツへの参加を促します。さらに、礼儀正しく、熱心に、秩序ある態度で試合を観戦し、イベントに花を添えるために協力しましょう、と続けている。何一つ守ってなくて草。礼儀正しく、熱心に、秩序ある態度。ある意味熱心なことを除けば中国と真逆の主張やね。ゴミを捨てず、会場内に大量の中国サポという粗大ゴミある時点でアウトや。1、礼儀作法に注意する。国旗掲揚や国歌斉唱の際は、背を高くし、帽子を脱ぎ、注意を払わなければなりません。ブーイングあるだろうと予想して、そこについては注意しないとこに中国らしさを感じる。マイナス100点。全部突っ込んでたらさすがに時間が足りない。ってことで試合前はこんな要請をしていたわけだが、普通こんな要請しないんよ。どこが安全事象やねん。中国にマナー守れなんて最初から無理なの誰でもわかるわ。まあそういうことだな。あの愚行の後にこの要請を見るとマジで呆れる。でもさ、これ全部守らないってある意味すごくない？試合前には日本サポのこと襲撃してたし、中国の場合って愚行そのものはもちろんのこと、全く反省せず一言も謝らないこと、これも大問題だわ。そこなんだよ。謝らないだけならまだいいかもしれん。次はその日本サポ襲撃事件について信じられない発言をした。なぜ日本代表のユニを着て中国ファンの集まる場所を歩いたのか、全く理解できない。日本サポーターが囲まれた事件。中国のファンクラブ代表が苦言、非常に傲慢だ。は？中国さん、謝るどころか日本に逆切れ始めました。いやそんな、冷やし中華始めましたみたいなノリで言われても、てかこれどっかの国にそっくりだな。日本代表は11月19日に開催された北中米ワールドカップアジア最終予選の第6節で、中国代表と敵地で対戦、3-1で勝利を収めた。この一戦の前、スタジアムの外ではちょっとしたトラブルが発生していた。ちょっとしたトラブル、警察出動。あのさ、中国で日本人が大勢の中国人に追いかけ回されて怒鳴りつけられる状況は、ちょっとしたトラブルってレベルじゃないんよ。中国メディア、ジーボーバによれば、日中戦の前、日本のユニフォームを着たファンが大勢の中国のファンに追いかけられて叱責された、という。アップロードされた動画では、日本代表のシャツを着た男性が、中国のファンに囲まれてブーイングを浴び、数人の警察官に誘導されていた。この件について、中国代表のファンクラブ、チャイナ・コントロールの発起人であるラングニック氏はこう語っている。なぜ日本代表のユニフォームを着て中国ファンの集まる場所を歩いたのか、全く理解できない。非常に傲慢だった。いずれにしても、大きなトラブルにならなかったのは幸いだった。想像の何万倍も逆切れだった。まず一旦冷静になろう。仮にわざわざ中国サポの大勢いるところに行ったなら確かに平和ボケしすぎだったと言えるかもしれない。でもその辺の詳細がわからないからな。迷い込んだ可能性もあるし、たまたまそこを通りがかっただけかもしれないし。そこは確かに考える必要があるわね。でもこの人だってなぜ？というくらいだから状況をしっかり理解しているわけでもない。私たちと同じくね。にもかかわらず、こうして断定して日本サポを非難するって、それこそ全く理解できないし傲慢だわ。それな。こんなの逆切れ以外の何物でもない。表向きだけでも中国サポに気をつけるよう呼びかけるとか普通はするよな。中間なんかこんなものだわな。
最終的に自分たちの愚行も日本が悪い。最後の話題も腹立つものになってるから、ここでワンクッション挟もうか。そうね。ここまでで腹が立ちまくってイライラしてきたし。一応、中国サポでも一部だろうけど国家にブーイングには怒りの声も出てるようだ。日本国会の中国サポーターのブーイングに現地でも批判の声、恥ずかしい。本当に失礼。森保ジャパンが19日に北中米ダブルハイアジア最終予選の中国戦アモイに臨んだ際、日本国家の斉唱時に中国サポーターから大ブーイングが起きた騒動が現地でも批判を浴びている。森保ジャパンは 3-1 と快勝したが、熱戦が大きな注目を集める中で目立ったのがホームの中国側によるマナー違反だ。特に物議を醸したのが、日本代表の国歌斉唱の際に中国のファンやサポーターから痛烈なブーイングが浴びせられたことだ。プレーではなく国歌に対してブーイングが浴びせられるのは国際大会では比例に当たり、明らかなマナー違反。そのため日本では批判の声が沸き起こっているが、中国でもこの行為に対しては非難が集中している。マナー違反というかこれ侮辱よね。なんだろうな。マナー違反、とすると、最低限守ってくださいね、程度の話で別に何か処分されるわけでもない。なんか複雑。だから中間とかはマナー違反しまくりなわけだからな。国家にブーイングってのは世界中でちょいちょい見かけるし、これには厳罰を与えるべきだと思う。中国の人気ブロガー、だから読めねっつの、は自身のウェイボー、中国版 XQTwitter で、サッカー中国代表と日本代表の試合前の国歌斉唱では、日本代表の国歌が流れた後、その場にいたファンから耳をつんざくようなブーイングが起こった。対照的に、サッカー中国代表チームがアウェイゲームで日本に0対7で負けた時、日本のファンは国歌斉唱中に立ち上がって拍手を送った、と相手の国歌斉唱時の、日本と中国のサポーターの対応における違いを比較しながら、中国ファンのマナー違反を動画を投稿しながら疑問視した。民度の差といえばそれまでだけど、そもそもこれが普通のことだからね。中国の国歌には色々思うことがあるけど、そこは最低限のマナーがあるから、日本人的な感覚かもしれんけど、わざわざ争う理由がない。嫌いなら無視するか関わらなければいいだけ。わざわざ嫌いな相手に時間と労力を割くことほど無駄なこともない。この投稿に対して中国のファンから大きな反響があり、ウェイボー上では恥ずかしい。国歌斉唱中にこんなことをするのは本当に失礼だ、などと批判の声が続出している。日本国会の大ブーイング騒動は、中国でもやりすぎだと批判の的になっているようだ。まあ一部まともな人たちはいるわね。全員がヤバい連中ばかりじゃないのはわかってるけど、中間ともにヤバい連中のヤバさが異常すぎる。しかもそのヤバい連中の割合も高いからな。私は中国も韓国も全部が嫌いってわけでもないけど、やっぱりその異常性と反日教育ってのは常にあると考えておかないと。分かり合う必要もないから、ただただ関わらないでほしい。その最低限の願いすら叶わない。ため息しか出ないわね。まあ一部でもこうした声があるというのは救いだと思うしかないか。ワンクッション挟むつもりがさらにストレスを溜めることになった気がしないでもないが、最後にこの件行こう。ドローンで偵察もされてたのか、中国代表戦前日の日本代表の練習中に上空を飛行していたドローン映像が公開される。今週も中国現地で撮影していた試合前日の不審な飛行物体。はい、アウト。まあ、まだそれが中国チームがやったものかどうかわからんから。もしそうだったら完全アウトだな。女子サッカーでも同様の件で厳罰になってたし。てかこれ以前に数々の愚行。すでにアウトなんよ。何回アウトになれば気が済むんだ。11月19日に、2026 FIFA ワールドカップアジア最終予選の第6戦として中国代表と対戦したサッカー日本代表。その試合前日の現地スタジアムでの、アウェイならではの光景が注目されている。いや、ドローンでの偵察はアウェイならではの光景ではなくスパイ行為なわけで。まあ確定ではないけど、ドローン偵察はアウェイならではやな。んなわけあるか。10月18日、森保ジャパンは中国、アモイのスタジアムで前日練習を行った。その様子は報道陣にも冒頭15分のみ公開されていたが、その際の様子を日本サッカー協会が一部、披露した。中国戦に至る様子を映像で紹介したのだが、その中で注目されたのがアモイのスタジアムでの光景なのである。試合当日、このスタジアムのピッチ幅が狭くなっていたことが注目されていたが、このチームカムでもその白線にピントを合わせた映像が、町田浩樹はその白線を見て、あからさまに縮まってますね、と驚いていた。映像でも確認できるが、本来の白線の痕跡がくっきりと残っている。なんでこう、中国ってやること雑なんだろうな。やるならもっと上手くやれと。これぞメイドインチャイナ。いつも横柄な態度取ってるからね。別にバレたとこで知らんがなで通せばいいだけだと思ってる。それが言動に思いっきり出てる。舐められてるんよ。日本に限らず世界中がね。その白線の直前には、ここまで話題になっていない別なものも映されていた。ドローンである。スタジアムのピッチの上にドローンが飛んでおり、日本の練習を偵察するかのような飛行をしている。このドローンは練習前にはスタジアム上空を飛んでおり、その不審さで本指揮者も当日に現地で撮影していた。しかし、練習が始まると見えない場所へと移動。
練習中はというと、報道陣には非公開となっていたため、ドローンの行方は分かっていなかった。仮にこれが中国チームがやったことならスパイ行為で完全アウト。まあ自分たちは関係ない、それに練習は撮影してないと言い出しそうだけどな。これはおとりで別な場所でなんかやってそうな気がする。こんな堂々とやるのは明らかにおかしいもん。中国なら何でもやるでしょ。JFA がわざわざこの動画を公開するとこにも意図を感じるな。これまでの愚行全部含めてしっかりと訴えてほしい。よく公開したと思うわ。しかし中国ってどうしてこう、姑息なことばかりするのかしらね。通体の割にやってることが。で、こんなことをしても勝てないのが、逆だよ。こんなことばかりしてるから勝てないんだ。中国サッカーが弱い理由はサッカー以前の部分。ここからしてダメだから強くなるはずがない。JFA が公開したこのドローンの映像には SNS 上でも多くの反応があった。白線の跡とかドローンとかちゃんとチームカムに残す JFA 好き。この間のサッカーの中国戦前ドローンで偵察もされてたのか。ドローンやライン変更など、映像に残すの無言メッセージを感じるね。しっかりチームカムで中国のドローン映されててわろた。これあかんのでは？ドローンちらっと映ってた。JFA の YouTube で日本代表のチームカム見てたら多分中国代表ドローンで偵察しててくさ。絶対処分しろ。笑い。いや笑い事じゃないんよ。これ JFA 関係者相当腹立ったんじゃない？わざわざ映像公開するってよっぽどよ。当たり前だよ。真剣に必死に努力してこっちはやってるのにこんなことされては。なかなか内部って私たちからは見えないけど、これ相当怒ってるぞ。気のせいかもだけど、宮本会長になってから JFA の意識とか色々変わった気がする。おかしいことにはおかしいと言える組織であってほしいわね。このドローンが中国側のものかどうかは、明らかになっていない。一方で、JFA が映像に残してそれを公開していることは事実だ。その練習で森保はじめ監督は選手に対して色々と多分、あると思うので、そういうことも含めて何が起きるかわからないということは、頭の中に入れながらも、その状況で最善の準備をしていくこと、と呼びかけている。ちなみに、パリ五輪ではドローンを使って対戦チームを偵察したとして、勝ち点の剥奪処分が下された例もあった。果たして今後、その真実は明らかになるのか。現段階ではまだ中国側のものかわかってない。だから断定はできない。仮にそうだった場合という前提でみんなの反応を行こう。どんなに間違ったことでも正しいとするのを是とする相手だから、その真偽を問われたとしても絶対に認めないでしょうね。もしドローン偵察等の重大なルール違反が明らかなこととなれば、ダブルハイに出てはいけない国という指摘はより説得力を増すものになるんだと思う。ぶっちゃけ試合中の愚行に対しては大した処分できないのよね。バーレーンへの処分が参考になる。驚くほど少額の罰金処分がせいぜい。もうこれは直前でしかも同グループで前例があるから、いくらチャイナマネー欲しいとはいえ、確実に処分があるだろう。霊夢が言うように驚くほどの少額罰金処分がな。だから厳罰にするにはこのドローンが中国側のものであると証明することが必要となる。バーレーンに対して AFC は国家斉唱の時にブーイングとレーザーポインターの使用で罰金刑を言い渡したけど中国に同じことができるのかが気になってます。かなりの忖度が入りそうな気がするんだよ。だからドローンの件もうやむやで終わらせるような気がする。私は痛くもかゆくもない罰金処分をして、ドローンの件はなかったことにすると思う。残念ながらそもそも枠拡大なんでしたの？って考えればおのずと答えが出るからな。にもかかわらずここで厳罰などできるはずがない。私はそう考えてる。最高に腹立つけどな。それまずくないか？五輪とダブルハイで運営組織が異なるとはいえドローン偵察は禁止領域でしょう。ピッチ幅もそうだけど国家斉唱での妨害、レーザー、逆乱入って罰金が確定しているだろうからこれにドローンもとなると勝ち点剥奪かどこぞの国のように出場権剥奪もあり得る。中国側のドローンだと証明されればね。嫌な予感がするけど、うやむやにされないように私たちが忘れずに注視し続けるしかない。ってことで様々な真実と日本への逆ギレを見てきたわけだが、最低だわ。本当に最低。こんな国絶対にワールドカップ出場させてはいけない。厳罰以前にこのまま敗退させないと。だな。アジア最終予選、カオスな争い、これまでとまた違った見方をする必要がある。仮にプレイオフ進出しても敗退すると思うが、こんな最低な国は1秒でも早く敗退させなければ。今後いろいろと注目しよう。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。戦うよ。そういえば、韓国ホームの試合の時にイラクがドローンで偵察されたってしてたけど、あれどうなったんだろう。うやむやになってるな。韓国ならありえるし、イラクも普通にでっち上げの可能性もあるしでもうわからん。そうならないようにしないとね。でも今回は映像という証拠がある。それが証拠になるかな。ドローンが飛んでた証明にはなるけど、それが中国側で誰が所持してるかとかの証拠にはならんだろうし。不安だけど見守ろう。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。
空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。